列車がいませんでした。でね、どんな列車が来るんだろうとワクワクして線路を見に行くと、もう今にもね、もう切れてしまいそうなナローゲージでございます。そして僕の大好きな踏切、なんと落ちている木で作ったっていうね。これはね、感動しました。そしてやっと列車がやってまいりましたが、ね、まあもう本当にこうミニチュアのようなね、列車がやってきちゃうんでね、また客車を前の方につけて折り返していくという、ね、本当日本の昭和40年代、50年代のような世界が未だに存在していたんですね。僕はもう本当にね、もう感動おもちゃのようなね、列車を撮ってみたりね、お馬さんと一緒にね、撮ってみたり、ね、いろいろ楽しみながら撮影をしました。こんなね、駅なんかもね、こう、わかりますかね、南部縦貫鉄道の、森田牧場前のような、そんなね、雰囲気のね、写真なんじゃないかなと思います。もうね